唯物史観は唯物論的歴史観の略であり、私的唯物論と同義である。19世紀にカール・マルクスの唱えた歴史観である。その内容は人間社会にも自然と同様に客観的な法則が存在しており、無階級社会から階級社会へ、階級社会から無階級社会へと生産力の発展に照応して生産関係が移行していくとする。 歴史発展観である。ヘーゲル哲学の弁償法を継承しており、人間社会の歴史に適用された唯物弁償法とも言える。また、フォイエルバッハやフランス唯物論者たちから唯物論を継承している。マルクスは経済学批判の助言で唯物主観を定式化し、これを自らの導きの意図と呼んでおり、その内容は以下である。人間は その生活の社会的生産において一定の必然的な彼らの意思から独立した諸関係を、つまり彼らの物質的生産所力の一定の発生段階に対応する生産所関係を取り結ぶ。この生産所関係の相対は社会の経済的機構を形作っており、これが現実の土台となってその上に法律的、 政治的上部構造がそびえ立ち、また一定の社会的意識諸形態はこの現実の土台に多様している。物質的生活の生産様式は社会的、政治的、精神的生活所過程一般を制約する。人間の意識がその存在を規定するのではなくて逆に人間の社会的存在がその意識を規定するのである。社会の物質的生産所力は その発展がある段階に達すると、今までそれがその中で動いてきた既存の生産所関係、あるいはその法的表現に過ぎない所有所関係と矛盾するようになる。これらの所関係は、生産所力の発展所形態からその漆黒へと一変する。この時、社会革命の時期が始まるのである。経済的基礎の変化につれて、巨大な上部構造全体が、 徐々にせよ、急激にせよ、覆る。このような諸変革を考察する際には、経済的な生産諸条件に起こった物質的な、自然科学的な正確さで確認できる変革と、人間が、この衝突を意識し、それと決戦する場となる法律、政治、宗教、芸術、または、哲学の諸形体、づめて言えば、イデオロギーの諸形体等を常に、区別しなければならない。 ある個人を判断するのに、彼が自分自身をどう考えているのかということには、頼れないのと同様、このような変革の時期を、その時代の意識から判断することはできないのであって、むしろ、この意識を物質的生活の諸矛盾、社会的生産所力と社会的生産所関係との間に現存する衝突から説明しなければならないのである。一つの社会構成は、 全ての生産所力がその中ではもう発展の余地がないほどに発展しないうちは崩壊することは決してなく、また新しいより高度な生産所関係はその物質的な存在所条件が古い社会の体内で不可し終わるまでは古いものにとって変わることは決してない。だから人間が立ち向かうのはいつも自分が解決できる問題だけであるというのはもしさらに 詳しく考察するならば、課題そのものは、その解決の物質的諸条件が、すでに現存しているか、または少なくともそれができ始めている場合に限って、発生するものだ、ということが常にわかるであろうから。大雑把に言って、経済的社会構成が進歩してゆく段階として、アジア的、古代的、封建的、および近代ブルジョア的生活様式を挙げることが、できる。 ブルジョア的生産所関係は、社会的生産過程の敵対的なといっても、個人的な敵対の意味ではなく、諸個人の社会的生活所条件から生じてくる、敵対という意味での敵対的な、形態の最後のものである。しかし、ブルジョア社会の体内で発展しつつある、生産所力は、同時に、この敵対関係の解決のための物質的所条件をも作り出す。 だからこの社会構成をもって人間社会の前史は終わりを告げるのである。資本主義経済の仕組みを分析したカール・マルクスは歴史はその発展段階における経済の生産力に照応する生産関係に入り、生産力と生産関係の矛盾により進歩するという考えに基づいて唯物士観の概念を発展させた。生産関係とは共同狩猟と食料の採集であり、 封建領主と濃度の関係であり、資本主義段階における労働者と資本家の間に結ばれる契約というような概念である。マルクスは、生産様式、搾取、常与価値、過剰生産、物心崇拝、資本の本源的蓄積などについて分析することで19世紀、当時の資本主義の論理を厳密に考察した後、資本主義は、その内在する矛盾から必然的に、 社会主義革命を引き起こし、次の段階である共産主義に移行すると考える。マルクスやマルクス主義者の理論は歴史の発展過程を一下のように説明する社会の発展は、その社会の持つ物質的条件や生産力の発展に応じて引き起こされる。社会はその生産力により必然的に一定の生産関係に入る。それは社会にとって 最も重要な社会的関係である。生産力が何らかの要因で発展すると、従来の生産関係との間に矛盾が生じ、その矛盾が突き動かす力により生産関係が変化する。これが階級闘争を生み出し歴史を突き動かす基本的な力であると考える。生産力や生産関係は個々の人間の意図や意志とは独立して変化する。 政治的法律的上部構造は生産関係を中心とする経済のあり方に規定される。今ある生産関係の形態がもはや生産力の発展を助けず、その足かせとなるとき革命が起こる。資料最終社会は経済力と政治力が同じ意味を持つ組織であった。封建社会では王や貴族たちの政治力は濃度たちの住む。 ムラムラの経済力と関係していた。濃度は完全には分離されていない二つの力、すなわち政治力と経済力に結びつけられており、自由ではなかった。マルクスは、資本主義では、経済力と政治力が完全に分離され、政府を通して限定的な関係を持つようになると述べた。ありがとうございます。